可愛い、ありがとう。なんか友達のね文化祭に誘われたんですよ。わまぶみゆ、この中学生生活で友達の他校の文化祭とか行ったことないんだけど、誘われたから行こうかなと思ってるんだけど、なんかみゆの学校はなんかもうあれは文化祭ではなくて、なんかダンス祭みたいな、ダンスバトルみたいな感じだから、そうだからあの文化祭、ちゃんとした何出し物とかがある文化祭とか行ってみたいから行こうかなと思って、誘われたんですよ、他校のお友達から来ないって。チュ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 けど、なんか文化祭だから誰でも入れるらしいんだけど、ちゃんとさん、ありがとう。なひなさん、かわいい、ありがとう。最近僕の偽アカウントが出回ってるから、もう気をつける。偽アカウントよくないね。石川さん、春さん、メイフナーさん、ハートありがとう。ゼミ、外語、合宿、漢字読めないな、合宿みたいな。友達で見てます、こんにちは友達、みゆぽんです、応援お願いします。眩しい、今日やばい。ハートありがとう。バブ、ミープ DM とか送らないから、もし来たら。え、でもなんか TwitterX はなんか DM 来ないようになってるから、来ないと思う。文化祭の屋台行って安くてとか、え、わかんないんだよ。だけ文化祭で屋台とか出ないから、見えるが、なんかマジであれは文化祭ではないから、ちょっと文化祭を味わいたいからさ、そうあるのかな屋台とか、ちゃんとしてるとこか知らないんですけど、誘われたから行きたいんだよね。藤原さん、バラありがとう。ハヤトハートありがとう。かわいい、ありがとう。友達あんまいないんですけど、数少ない友達がそうやって言ってくれてるので、そう、あとなんか小学校一緒だったけど家が離れちゃった子とかも結構なんか遊ばないってさ誘ってくれるから、遊びたい、嬉しい。そんななかなかねあれ合わないんですけど、家が近いじゃないですか小学校の人間って、けど家も近いけどあんまり朝とかも学校行く時とかも会わないんですよ、その知り合いに、お友達に。じゃけ会いたいんだけど。かわいい、ありがとう。今日も熱中症、え、そう、なんか9月、ファンの人に聞いたけど9月の真ん中ぐらいまでは全然暑いって言ってたよ。タンタンさん、ハートありがとう。ユニアハートありがとう。こうやって関係アバイトを伝えてくれるようですね。え、DM さ見れないよ。あれかな、 DM、 あ、わかんない。ありがとう、ハート。
惑かけて、ご迷惑は周平さんはかけてなくて、その偽アカウントの人が勝手にやってる、勝手にやってるっていうかパクってるだけだから謝る必要ないと思う。あ、トンネルだ、トンネル。話し会ってもう締め切っちゃったかな、オンライン話し会。どうだっけ、話し会待ってます、来てください。はじめましての人間もオンラインとかも暗いから何言ってるんだよって感じだと思うんだけど、オンラインとかは結構なんかいいと思うし楽しいと思うので、オンラインとかもぜひ来てくれたら嬉しいです。あつすさ読めない感じ。職場のお祭りで自分で作ったおったんび10円で売ったことある。すごい、10円ってそんなの見る、50個ぐらい買っちゃうと思う。文化祭のツイート、え、見たよ。え、あれ本当にさ書いてるの、あの後ろにさなんかビブスみたいなの着てたじゃん、あれ本当に後ろに書いてるの。だとしたらめっちゃ嬉しい。え、そう、それこそなんか TikTok でそういうなんかビブスの裏に推しメンのなんか名前書くみたいなの出てきて、そうなんか NiziU とかさ、そういう TWICE とかそっち系の韓国の人たちとかそう名前書いたから、え、本当だったらめっちゃ嬉しい。なんか遠くだったから見えなかったんだけど。マスターさんハートありがとう、髪型とても良い、嬉しい、嬉しいかも。パパパパ、唇乾燥しすぎてやばい、暗くなっても可愛い、嬉しい。こしはめさんタコありがとう。西さんありがとう、コバハートもありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です。さん、ありがとう。みんなの15とみんな髪押し、え、嬉しい、髪押しはやばいね、テンション上がる。嬉しいね。なんかさ本当にさなんかそういうの憧れ、憧れっていうか、ね、直で見たかった、生でいつか見たい。お話し会とかでさ着れないか、さすがに。FM シガのスーパーソルタージュも、あら、ありがとう。あれどうでした、ラジオ、いい感じだった？またチュールとやりたいです。西さんハートありがとう。今日眩しい。あ、皆さんあれしました、しましたっていうか見ました、昨日お礼配信したんですよ。配信で50位から、100位から50位まで口で読んで、50位から1位までの方を書いたんですけど、それをなんか来れなかった人もいるから多分X にあげたんだけど、みんな見ました？兄さんハートありがとう。めっちゃ可愛かった、よかった。藤原さんハートありがとう、選んでくれてる、こちらこそ。12月来てく、ほんまに激アツ、激アツだね、それは。楽しみにしてるわ。じゃあ、え、それはでもさ長袖でその上からってことだよね、さすがに寒すぎて死んじゃうよね、結構ね、あれじゃない、結構ゴワゴワしそう。スバルありがとう、ハートありがとう。ポスト見たよ、本当に。え、キッチンさんのあれになってる、あれ変わった、カメさん、ミユポンがママに感謝してたらしい。そうだよ、昨日はねママに愛を伝える配信でした。昨日はお礼配信ありがとう、こちらこそ。柏
千秋さん、あとありがとう。見てコメントの下、本当にありがとう。こうなんかさ、X の返信みたいなやつでコメントとかみんな書いてくれてるやつ全部見てるんだよね。こうやってちゃんと見てるから。月曜日お疲れ様、お疲れ様。くしゃぎさん、ハートありがとう。ふて寝した、ふて寝しちゃった。申し訳ない。申し訳ない。え、でも、本当に、100位までに入ってるとか入ってないとか関係なくて、ちょっと今日喉痛いから変なんですけど、本当に100位とか入ってるとか、マジで関係なくて、本当にみんなから愛伝わったし、みんなに応援してもらって、本当に嬉しかったです。本当にありがとう。決勝が6人だと思うから、1枠目、2枠目、3枠目の上位2名なので6人の戦いだと思うんですけど、結構厳しい、難しい戦いだって自分で結構思うけど、でも本当に頑張るので応援してくれたら嬉しいです。キタさん、ありがとう。長袖の上に来たら変な感じだけど、本当に結構ね、あれだよね、ゴワゴワなるよね。でも冬って12月だけ、そうよね、申し訳ない。ユニア、ハートありがとう。手こ出しは似合う、本当に嬉しい。そう、メールでね、そう、昨日桃食べたんですよ、みーは。めっちゃ美味しかった。今年初のね、桃を食べた。そう、ビスイベントとかキャンペーンとかショールームをすることによってミュウのことをより知ってくれる方って結構いっぱいいると思うので、ショールームでいろんな方とに知ってもらいたいなっていうのはミュウの願望であります。それありがとう。梶原さん、ありがとう。そう、フルーツの中で好きなワースト3位、ワースト3位は上から3位ってことよね。ワーストだけ嫌いなやつや。ダメ。え、好きなワースト3位って書いてるよ。え、好きな、好きなワースト3位ってどっち？ワーストでしょ。ワーストだけ悪い。ドリアン、え、ドリアンって臭いんでしょ。臭いって聞いたよ。うん、なんかお話し会さん、あ、話し会再販始まったんだ。あれ、お願いします。お話し会待ってます。初めての方も結構、もしあのあれだったらミユが話振るし、あのいろんな人とお話したいし、ちょっとでも気になってるなって方はぜひオンラインでもリアルのクリスマスの時もサンタさんなのでね、ぜひボブの私を見に来てください。お話し会待ってます。来てねここで2回目の遅刻をしてしまった。大丈夫、遅刻は大丈夫、いっぱいした方がいいよなんかね、確かにね、そうだよね、遅刻はいけないことだし、でも高校入ったら多分ダメじゃん、遅刻しちゃう。まだ中学生じゃけ分からんけど、でも2回なんて大丈夫だよ。皆勤賞は取れないけど2回ぐらい大丈夫。好きなワースト、ワーストって知ってたよね、ベストの逆。下から3番目の果物ってことだと思う。さあ、今日の18時から、今日の18時からお話し会再販らしいので、9月の終わりらへんだっけ、23のお話し会とオンラインお話し会と10月のオンラインお話し会と、お話し会もオンラインが結構ねあると思うので、オンラインお話し会皆さん待ってます、来てね。あとリアルのお話し会も、リアルの時はお話し会とサイン会があると思うので、リアルの時も来てくれたら嬉しいです。18時かな、あ、18時になったので今から、はい、お話し会やってください。ドリアンのアイス食べたらアイスでもすごかった。そうなの、え、匂いがってことだよね。中学生はダメだよ。そうだよね、ごめんなさい。
ファスト逆逆。でも中学生は義務教育なので149、140、491日目、ありがとう。あと9日後には500日毎日配信、ありがとう。フルーツの中で好きなベスト3位は何？まず3位がマンゴーです。結構意外かもしれない。3位がマンゴーで、2位なんだろうね、2位がイチゴですね。で1位がシャインマスカットです。はい、ブドウじゃなくてシャインマスカット、マスカットが好きです。夏休み明け初の授業で持っていくのに自転車をかけなくて、いやそういうなんか予定があって、予定ってか遅刻する理由があって遅刻するのには全然いいと思う。みゆは遅刻する理由ないのに遅刻してるからダメだけど。オンライン10月27、11月30、リアル大阪が朝は待ってます。お話し会オンラインも来てほしいし、リアルの大阪、12月の大阪のサンタさんの格好をしている私に会いに来てくれたら嬉しいです。それはなんかサイン会もあるらしいので、サイン会も待ってます。あ、舐めてないの？舐めてるよ。 STU の中学生メンバーの中でミーポンがギリギリ好きなベスト3に入ってます。嬉しい。ギリギリってことは3位ってことか。じゃあ1位に近づけるように頑張るね。意外にも社員マスカット、社員じゃなくてもいい、全然マスカットでいいけど、皮がめんどくさいからそのまま食べれるやつがいい。ってなったら社員マスカットだよね。わっ、地味っぽくし、巨峰ってなんて言う？でっかい粒の。ブドウよりはマスカットの方が好きかも。スパイクさんありがとう。から先回で本名呼ばれる、まあミユには本名呼ばれてもいいんじゃないですか。僕隊の東京公演夜のみ当選した。おめでとうございます。みゆも東京行きたかったな。まあでもあのさちたんの誕生日の時にお待ちしてます。皆さんさちたんとね出るの、あ、初めてかもしれない。いや、わかんない。でもチュールと出るのは初めてです、今回の再配信。そう？うん。ピンクの衣装で写真撮ってなかった？なんかそれは全員出るやつだったけど、8人公演はそう初めて。23日帰るの7回目させて、ありがとう、嬉しい、いっぱい話そう。そう、スバルと話すときはね、なんか何、人生を話せるから、いろいろそう全部話せるから、いろんなこと話したい。人生そう、中学生メンバー2人しかいないけどな。あ、そっか、そうだ、あのリオツンさんとリアチューもまだ中学生メンバーってミーの中では思ってたので4人って思ってました。テンさんハートありがとう。幼児は教えたから下の名前しようかな。大丈夫、教えてください。皆さん、コミテルさん、ブラありがとう。バラナイチュー大阪は2時間目3時間目ありがとう。サイン会も普通のお話し会、直接のリアルのお話し会も待ってます。なんか照れますマジで思う。なんかいろんな話するじゃん、毎回なんか毎回話題が違う話するから面白いです。
皆さんお話し会来てくれたら嬉しいです。お題は決めないの？なんか先輩で今日のテーマとか決める人いるよね。何が？お話し会とか。ああ。あと先輩だとコスプレしたりとか。いやまだコスプレはできんけど、お題のテーマとか決める人いるよね。それこそなんか直接まだ髪の毛、なんかオンラインはもう一回ね見た方はいると思うんですけど、直接なんか見てない人もいると思うので、12月は初めて、あ、公演とかだったら見れるんですけど、お話し会系でオンラインとかじゃなくて直接会えるのはそこだと思うから、これ見に来てください。ボブ絶対見に来てください。イスイベントからミポのこと気になってます。かなちゃんはね、かなちゃんにバレちゃうよ。みかなちゃんと仲いいから毎日 LINE してるんだよ。そう、いろんなことを話してる、言えないけど。え、その長さキープなの？12月ボブじゃなくなっちゃうじゃん。え、なんか将来的にはセミロングぐらい、ここぐらいにしたいんだけど、でもキープしようかなと思ってる、とりあえず。なんかボブの切ってくれた人、美容師さんに言われたのは、なんかここが生えてきたらなんかなんかだからって言われたんだよ。緊張して何も言うか頭回しちゃう。いやでもそろそろ結構もう何回も会ってるじゃん、ユニアは。じゃけ結構いろんな話をしましょう、しよう、その話して、なんかマジで緊張なくして話してよかったって思われるぐらいの人間になりたいんで、ミユはそうできるようにします。ミユが変わります。そんな風に言われたら張り切って本当に面白いから遊びに来た、ありがとう。こんにちは、みやんこ先生さん、ハートありがとう。3期生アミポン楽しい、本当に前も言ってくれたよね、知ってる。ずっとキープでもいいの。そうだね、クマネパパさんはねボブが好きって言ってたからね。そうだよね、とりあえずはキープしたいなって思ってるけど、でもなんかボブがちょっとなんか結構なんか結構飽き性なんですよ。髪の毛ロング頑張って伸ばしてたけどもういいやって思ってちょっとイメチェンしたけど飽きちゃう。いやないと思うけど、自分なんか似合ってるなって思ったらないと思うけど、あんまりあれだなって思ったら今お話し会でどんな話をしたらいいか迷います。どんな話したらいいか迷う。普通に世間話とかボブの話とかなんか何でも話せるじゃん。公演についてとかライブとか前のライブとかの感想とか言ってくれても嬉しいし、話したいことを一緒に話してくれたら嬉しいなって思う。ありがとう。3期生の中学生メンバーはめっちゃ楽しい。3期生の中学そうだよ、ミヤしかいないやないかい。これですか。ナイス。そうやってなんか惑わされる人いるんですよ、結構。なんか結構ね、あの配信とかいろんな人のとこ行っちゃってで惑わされちゃっていろんなところにうろちょろする人結構いるんですよ。ナイスです。いや別に全然していいと思うけどって感じですね。クワガタについて、え、語ろうよ、語り合いたいって、みーも語り合いたいから、じゃあお話し会待ってます、来てください。そうそうだよ、みー虫がそれこそ好きだから、そういっぱい話しましょう。この話いっぱい聞きたい。本当ですか。
そうなんだ。誰のことを言ってるか分かんないですけど、心当たりがいる人はいるはずですね。結構いるんじゃないですか。そう、再販始まったみたいなのでお話し会待ってます。気になるなーとか、ビスイベントをきっかけに話してみたいなーとか、ちょっとお試しで話したいなーとかね、思った人はリアルでもオンラインでも来てくれたら嬉しいです。虫は好きでも無視はしないんで、しないよ。サッチが少し切ったから今同じぐらいじゃない？え、サッチさん切ったの？じゃあ同じぐらいかもしれない。分かんない。ミユがね、ミユもね、もうちょっと短くしたかったんですよ本当は。こんぐらいにしたかったけど、美容師さんに、いやーなんか毛量が人より人間がより多いからダメですね、ダメですねっていうか、多分ボワッとなっちゃう、重くなっちゃうって言われちゃって、こんぐらいにしました。あつしさん、あつしさん来てくれてないね最近。この間の僕たちのやつ見てたなんて言えない。そうやって言ってるじゃん、おみゆに。今わざとバレようとしてるよね。ありえないよ普通に。ひーちゃんとやって、ほら言ってるよね、ほらこうやって心当たりあって白状してるよね今。ダメだよね普通に。つけみゆがマジでずっとこうやって、もうなんかそうやってよそ見できないぐらい可愛くなります。もうそんな言われたら。もうココアさんが、え、そうココアさん、ココアさんリスペクトしたい本当に、大好きだから。でも似合うか分かんないよねショートは。でも大好き、ココアさん、ココアさんに会いたい。うちは好きなの、ミユっての知ってる、大好きだからね。知っているけども、知っているけども、なんか X のそういうプロフィールとか見たらそういうの知っているけども、なんかそういうことをされてしまうと苦しいよねちょっと。来てるよ。え、違う、お話し会だよ、お話し会、オンライン話し会で、ずっと無言でミポンずっと見つめてるのに。え、じゃあミユが話しかけてもいいんですかそれは。いいなら全然いいですよ。でもそしたらミユ独り言になっちゃうよね。今でも自分かい、うん、オンライン話しか行くよ、本当に待ってるね。顎あたりまで来た、顎あたりまで来たの、顎あたり、じゃあこのぐらいってこと。だったらミユの方が長いんではないでしょうか。ミポのことずっと見てられる、本当に嬉しい。ね、マジで白い、白いってかゆい口唇が。11月のライン会で、え、青嬉しい。10月は？食べてるさん、バラありがとう。あ、面白い女。今日も可愛いからスクショタイムください。今日結構スピンだからちょっと結構可愛くはないかなと思ったり。今日ダメだ、ちょっと NG かも。あごまでは来てない。嘘ですかそれは。あ、あつしさん面白い女ありがとう。マジでこのスタンプ、このギフトがめっちゃ好き。トントン21さんハートありがとう。かなあちゃん、リアチュウ、ユーナ、ゆきりかさん推しなんですけど、日本のお話し会に参加は可能ですか。ぜひぜひお願いします。そう、本当に嬉しいです。まあ嬉しいですね、嬉しいです。
の長さぐらいにしてくれたらすごく嬉しい。本当にもうちょっと結構でもここまででもめっちゃ躊躇したんですよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、本当に切りますかみたいな感じでめっちゃ躊躇したから、どうしよう。グッズとかも文化祭とかもリアルなイベントとかも全部優先で知ってるよ、本当に知ってるし、本当にみゆ神推しなんて言ってくれてるのは本当に大好きだし嬉しいが嬉しい嬉しい、いいよ、よそ見しちゃって。その間にみゆは可愛くなっとくんで、10月行けたら OK。 じゃあ11月は確定できてくださいね。関東予選頑張ります。9月10から12月までお話し会全部参加する。ああ嬉しい。あつしさんレインボースターありがとう。増田さんハートありがとう。今月のお話し会をしましょうかなというポンドク、嬉しい、ありがとう。チャイルドシートに座ってる、チャイルドシート、はじめまして、違うよこれは頭痛です。ちょっと喉が不調なので変な声なんですけど、はい、じゃあ皆さんお話し会来てくださいねということで、オンラインも直接もサイン会も待ってまーすということで配信終わりたいと思います。カメテルさんバラありがとう。ちょっと喉ぶっ壊れチャンネル13位マスタ32位カメテル31位ポジハム30位キットさん9位ご用成人さん8位ユニアン7位まゆひなさん6位柏木さん5位ちゃんたさん4位にしさん3位スパイクさん2位すばる1位はあつしさんでした。配信見に来てくれてありがとう。また明日も配信見に来てください。そう躊躇めっちゃしちゃったから実際のやつ、実際みゆも見てないから見たいな。さちたんのつぼんつぼんみゆぽんと話せるの楽しみ。じゃあ約束ね、約束したからね。お疲れ様ありがとう。23日仕事だけど社長に本当にナイス大好きありがとう。じゃあいっぱい世間話しようね。話し会待ってます。バイバーイバイバーイ